皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。さてさて、日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんからいただいた恋愛結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速今日も、はい、ご相談寄せられておりますのでご紹介いたします。はい、はい、どうぞ。この方は関西にお住まいのマスさんという方です。はい、植草さんこんばんは。先日はカレンダーを送っていただきありがとうございました。はい、食卓で微笑んでいるカレンダーの植草さんにいつも励ましてもらいながら過ごしています。はい、番組も YouTube やインターネットラジオで楽しんでいます。さて、私は関西に住む43歳、バツイチ、子供なし、男性公務員です。昨年末から日々悩みつつあることがあり婚活を進めております。はい、運がなかったのか十数名の方とお見合いすることができて、現在3名の女性と並行で仮交際中です。うんうん、今回は2つ質問がありますので答えていただければ嬉しいです。まず1つ、植草さんの書かれていた記事に5名の男性と一定期間並行交際後1人に絞り込んでめでたく退会した女性のケースが紹介されていました。逆に男性がそのようなことをして成功したケースはありますでしょうか。うん、私の場合は3名でそれぞれに誠実に向き合うように努めていますが、なんだかうまくやれていないような気がしています。うん、だから何か参考になる話とか並行交際の留意点などがあれば聞きたいのです。はい、そして2つ目、最近担当のカウンセラー40代後半の男性に対して自分のモヤモヤしたところがあります。例えばお相手と会えないことが続いて関係がなかなか進めないのですが、うん、どうすればいいですかと質問した時に簡単にアドバイスはくださるのですが、毎回文末に結局のところあなたの気持ちなのでなるようにしかなりませんからと結ぶフレーズがあってとても気になります。うん、またこのフレーズかと思ってうんざりするのですがこのようなアドバイスをするカウンセラーってどう思われますか。はい、ということです。はい、マスさんありがとうございます。はい、婚活をね一生懸命されていて、お忙しいお仕事をされながら偉いなと思って陰ながら応援しておりますけれども、はい、今頃 ね、食卓で植草さんが微笑んでますよ私のカレンダーですね。婚活の極意がねいろいろと書いてるんですけれども、はい、まず一番の質問はですね、私の書いた記事の中にあったんでしょうね、5名の男性と一定期間並行で交際をした女性がいたと。はい、でその、まあ、逆パターンで男性は、はい、どういうふうにやればいいでしょうかみたいな話でしたけれども、そうですね、はい、簡単に言うと女性と男性ってもう脳の使い方が違います。はい、で男性が、5人を、同時進行でっていうのはちょっと難しいかもしれない。3名でも難しいです。うん、3名がギリギリですかね。うん、でも今、3名付き合ってるわけですね。はい、でギリギリなんだけれども、はい、誠実にこの方すごく真面目なんだと思うんですね。ものすごく真面目で、はい、そのうまくこう一人ずつお別れしていく決断がうまくできないんだと思うんですね。はい、だからこれねスコアリングシートをつけるといいんですよ。 A 子さん、はい、B 子さん、そうですそうです、はい、もう頭の中でいい人っていう括りじゃなくっていろんなこうご自分が結婚するにあたって必要なことっていうのをまず書き出します。はい、でこの方バツイチですよね。はい、バツイチさんなのでまず前の奥様、前の結婚生活で非常に嫌だったこと、うんうん、辛かったこと、はい、悲しかったことまず書き出します。はい、でそこは絶対に被っちゃダメなんですよ。はい、この度お会いする方たちは、はい、で2回目の結婚はね1回目の結婚は修行でございます。はい、2回目が本気の結婚でございますから、はい、2回目の本気の結婚はその修行したそうです、そこを書き出してもらう。で、そのスコアリングシート的なものっていうのは、はい、例えば、女性を選ぶときに、まあ、選ばれなんだけど彼が何をポイントとしているのかって非常に大事じゃないですか。例えば料理とか。そうですそうです。はい、まずその夫婦生活になった時の家の中の、はい、その生活習慣で必要なものっていうのは料理ですね。それから料理に
と別にその家事だったらば、はい、お掃除が得意とかできるとか嫌いとかっていういろいろ分かれますね、はいはい、それからお洗濯もそうだし、はい、それから気が利くかどうかってすごく大事ですよね、性格的なもの、性格的に、はい、であとは彼が、お子さんが欲しいということであればそこもまた一つポイントになってくるので、はい、相手の年齢っていうのもまた出てきますよね、はい、で出産できる年齢なのかとかで、あと年の差もありますよね、はい、何歳ぐらい離れてる人が子育てをするんだったらちょうどいいかとか、そういうこう自分であとお相手の年収というか仕事とかも、ね、うん、仕事をする続けていくのかとかいかないのとか、そういう具体的なものをですねちゃんときちんと頭の中じゃなくて書き出す、でそれをその項目のにしてですね、はい、で例えば今お付き合いをする距離感とかもありますよね、はい、それから見た目っていうのも大事ですね、おそらくご自分もマスさんも、好きなタイプ雰囲気とかそれからお顔とかいろいろ体つきとかいろいろあると思うんですけど、そういったこうビジュアル、一言で言うとビジュアル、はい、でビジュアルの点数の配分についてはお任せしますけれども、はい、じゃあビジュアルが何点、性格が何点、はい、状況ですね、バックボーンとか状況、現状、お相手のご家族とか、はいはいはい、でそういうもので配分していって、はい、何点以上だったら、2回目のデートに進むとかっていう風に成績表にしていくかもしれないですね、はい、でもなんか今日会ったからちょっと点数甘めにしようかなとか、はい、なし、そんななし、うん、なし、まあね、自分でちゃんときちんと自己評価をして、はい、後で、1ヶ月後に見直ししても同じような評点数をつけるようにすると、はい、迷いがないですね、でそうじゃ変えちゃってもいいんですか、うん、で途中でね、うん、そのスコアリングシートもいやいや最初はこういうことをこだわってたけれども実は何人かの方と会ってくるとそういうところじゃないんだなとか中身性格重視だなって変わればスコアリングシートのそのまあ科目ですよね、はい、科目も変わってきます。なるほど、で、うん、マスさんからのお気持ちはまあそのような形でするとして、うん、はいはいはい、要は3名様でしたら、はい、3名の方の女性のお気持ちもありますよね、うんうん、もちろんもちろん、でその誠実に向き合うように努めてるけど、うん、なんだかうまくやれていない気がするってあるんですけど、うんうん、それってやっぱりこうどういうふうにすれば、うん、3名とうまくやるという、それ無理です、3人同じようにお付き合いするのは難しいと思うんですよ、はい、というのは、はい、あのお休みが合う合わないとかで、お相手はお相手で活動してますから、あ相手が同じずつマスさんに向いてくれてるとは限らないですよね。そうですよね、うん、だからそれはあのマスさんがどこを向いてるか、相手の方がどこを向いてるかっていうところも感じてほしいんですね、体感してほしいんですけど、自分の方に向いてくれてる人をまず一番あの重点を置いた方がいいと思います。全然、うん、全然どっち見てるかわからないような人をかけてって3分の1ずつやってもダメなんですね。はい、この人うまくいけそうかな、自分の方に来てくれてるなっていう人にポイントを置くっていうのがベストかな。例えば、うん、そのね、自分にその3人の中で自分にね一番向いてるなと思うポイントというか、はい、もうこの人はもうマッサーに行きますよみたいな、うん、なんかポイントとかありますか、うんうん、おそらくなんですけど、もうちょっとコミュニケーションを一人ずつ取って、はい、自分に対してどういうふうに思ってるかなっていうこともちょいちょい聞くといいと思うんですね。その条件条件条件はこっそり自分の心に秘めておくところで、はい、実際お会いした時は、はい、まさか紙持ってはい何点何点とはつけないと思うんですけどそうなんですけど僕のことをどう思ってるのとかっていう、普通の恋愛ってそうじゃないですか、はい、好きとか、はい、愛してる、はい、とかちょい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 聞いてるんですけど、はい、そういうところをデート中に入れるといいと思うんですね。それってもう成婚とかならないですか？大丈夫ですか？いやいやいや、もう全然、この方まだ真剣交際入ってませんから。あ、なるほどなるほど、真剣交際入ってないのでいろんな方とねお会いしていると思うんですけれどもっていうような生き方でいいと思うんですね、うんうんうん、はい、だけど今のところで僕のことどう思ってくれてますって軽く、なるほど、深刻に聞いたら、うん、今いろいろ見てるからねとか言われたら辛いじゃないですか相談所通してみたいな辛いから、はい、どう思ってくれてます、僕はこう思ってますよっていうようなことをもうちょっとこう色っぽい会話も入れていくといいんじゃないですか、
色気のある会話を。それってこう女性からしてせかされてる感はないですか？うん、はい、ないですないです。言われたら嬉しい、うん、言われたら嬉しいし、あ、真剣に考えてくれてるんだ、どういうつもりで会ってるのかなっていうのがわからないままデートを重ねる方たちが非常に多いです。昨日もね、私の会員さん同士で今お見合いをしていてですね、もうぴったりだからご紹介したんだけど、女の子の方に、カウンセリングをして、その3分後にその相手の男性とカウンセリングしたんですよ、はい、でそしたら女性のはどうする彼って言ったら、すごくいい人なんで結婚したいと思ってますって言ったんです、はい、じゃあ私まとめるわよって、はい、じゃああと1ヶ月ちょうだいまとめちゃうねっていう話をしていて、でその数分後に彼とカウンセリングしてましたよね、はい、でどうですかって同じ質問をしたら、はい、僕のことを全然興味ないみたいに見えますって感じますって、これだけ違うんです、はい、男性と女性の感覚が全然違う、うん、それしょうがないですよ、まだ数回しか会ってないから気心知れてないんですね、うん、で本当はこのマスさんもご担当者の方がよく知ってる方同士をご紹介してくれれば、相手の気持ちはこう言ってるよ、こう思ってるよ、こう言ってるよっていうふうに言ってあげられるんで、はい、こういう悩みじゃないんですね、はい、ところがその間にどなたか入ってないんでしょうね、全然ちんぷんかんぷんのままやってるので、うん、よくわからないままただただ会っている、うん、である意味ちょっと野放し状態でかわいそうかなと思いますけど、やっぱりじゃあ自分でもうご本人に、ご本人でどう思ってる、どう思ってるって僕はなんて言ったらいいですか、うん、聞かれてる女性も、うん、もちろん前向きで考えてるんだけど、自分に対してもし足らないこととか、うん、気になることがあったら堂々と何でも言ってくださいと、すっかりお答えしますよ、積み隠さずっていう風に、もっとオープンな交際をした方がいいと思う。あ、なんか誠実な感じしますね。そうですそうですそうです、はい、それがいいと思います。もうグイグイ言った方がいいと思う。受け身なんですよ彼、受け身、うん、相手の顔色をミーミーやってるから、うん、もっと一歩踏み込んでグイグイ言った方がいいと思います。でね、無駄なんだね、お金かかるじゃないですか、デート代だとか出かけていく交通費とか、だからそれを3人分ですもんね。そうそうそう、だからそれを誠実にやってるお気持ちはわかるんだけど、その誠実の仕方が同じ3分の1じゃなくって、向こうがどれだけ向いてくれてるのかっていうのをこう体感しながら、割合を7対3対何とかとかね、6対何対何とかにするといいんじゃないですか。はいはい、あともう一つが、はい、その担当のカウンセラーの方に質問しても、はい、まあ、アドバイスはくれるけれども、ちょっとまあ頼りないと思ってらっしゃるというところですかね、はい、結局のところあなたの気持ちなのでなるようにしかなりませんと言われてしまう。まあね、結局になるようにしかなりませんと言われたら相談できないよね、正直、まあ、確かにね、そのまあ、マサのお気持ちも大事だなとは思うんですけど、まあこれ捉え方がいろいろあってですね、私も同業者の方のことはあまり言いませんけれども、はい、まあ、少なくても私はなるようにしかなりませんと言ったことないですけどね。なるようにしかならないって言ったら相談できないですもん。まあ、質問の内容は、うん、お相手と会えないことが続いているから、うん、関係がなかなか進まないけどどうしたらいいですかって聞かれたら何ておっしゃいます、うん、お相手と会えないことが続いてるって言ったら詳しく聞きますよね。いつ最後に会いましたって、でその後どういうふうにアクションして次の、本当だったらもし続けて会いたいなって彼が、マスさんが思うんだったら、デートの間に次いつ会うって話をするんです。だからモヤモヤした気分のまま家に帰るってことはないんですね。気に入ってる相手に対してはもう一回会いたいってデート中に感じるわけですから、次僕こんなとこ行きたいんだけど君どっか行きたいとかあるとか、次に何か見たいものある、食べたいものあるっていうものを聞き出しといて、で自分も会いたいなってなったら、じゃあ次いつにしようかって決めてお別れするので、これ次がいつなんだろうっていうようなことはないんですね。確かに、だからだいぶこのマスさん自身がずれてるんですね、スピード感引いてますね、引いてる引いてる、はいはい、引いてるから、そこがまず一つそこでクリアしますよね、はい、でどうしようかな、次この人と会って何かまた会う価値があるのかなとか、会いたいと思うかなっていうところをデート中に判断しなきゃいけない、本当はデート中に、でこれないなって思ったら約束しなきゃいいんです。多分女性も分かりますよね。だからその辺はその担当者さんが結局のところあなたの気持ちなので
なるようにしかなりませんって毎回このフレームずっと出るんですよね。マスさんの気持ちが分かった見えないですね、カウンセラーの方もね、うん、そうそうそう、コミュニケーション取れてないんですよ、うん、マスさんとね。それからもしかしたらメールで回答するとしたら、例えば結局の毛で KE ってやると出てくる、この文章がダーッて出てくるように設定をしてるんじゃないですか。マスさんがそういうことを取ってるんですよね。結局あなたの気持ちが分かんないからなるようにしかなんないですよと言われてしまう、うん、マスさんのご相談内容も、うんうん、それもあるし、うん、担当者さんがなぜか毎回同じフレーズなのかよく分かりませんけれども、うん、多分 KE ってやったら、結局の KE ってやったら、この、 あのフレーズが出るような締めくくりのワードに、まあね、なってるんだと思います。うん、で、まあ、裏を返せばですね、結局あなたが決めるんで私が決めることではありませんよっていうふうにアドバイザーが言ってるんです、これ、はい、言ってるんですよ。だから私に責任を委ねないでねって回答してるんです、アドバイザーが、ね、うん、はい、私は答えたくない、責任取れないっていうことです、うん、その担当者はね、はい、だからそういうその質問の仕方をしているのか、担当者さんが常に責任を取りたくないとか、その自分が決めたくないとかよくわからないとかっていう性格というか、そういう常にそういうアドバイスをしていらっしゃるのかもしれないですね。少なくても私はこれはないので、はい、一緒に考えて、じゃあどうしようかっていうふうに考えて、例えば3人の方とお会いしていて、どの方が一番ぴったりだなと思ったら、 A 子さんは、お仕事を続けたいって言ってるよね、マスさんそれでいいのっていうような分析していきますよね。じゃあ B 子さんは、いやいや子供がどうしても欲しいと言ってると、じゃあマスさんどうなの、じゃあマスさんは、いやどうしてもじゃなくてできたらでいいよってなったら、ここ違うよねっていうふうに一つずつ分析をしていきますよね、そのスコアカードを元に。そうです、そうです、はい、だから回答の仕方がこちらのあのマスさんのアドバイザーさんとは全く違うわけです、うん、同じアドバイザーでもそのカウンセリングの内容も違えば、最後の締めくくりも、さあ、あなた決めなさいねっていう、私知りませんよっていうのは、まあ、ないですよね。そうですね。じゃあ、具体的にね、もう今度スコアカードをね、うん、はい、添付していただいて、はい、そうしましょうか。そ、うん、したら、はい、あ、じゃあもう A 子さんがいいんじゃないですかとかね、うんうん、B 子さんがいいんじゃないですかとかね、はいはい、言えるような感じがするので、はい、ぜひ、マスさん、スコアカードお待ちしてます。はい。はい。植草さんは様々なコラム書いていらっしゃいますので、ご紹介いたします、はいはい。東洋経済オンラインからは、激変日本の結婚ということで、コラム書いていらっしゃいます。はい。はい、そして、ウィズオンラインは、毎週水曜日の20時に記事がアップされます。はい。その他、オールアバウト、シトラスなどでも記事書いていらっしゃいますので、ぜひチェックしてみてください。そしてお待ちかね、東京でセミナーが行われます。3月3日の13時、ひな祭りの13時に、表参道のマリミーのサロンの方でセミナーがございますので、はい、ご興味のある方はぜひ参加してみてください、はい、お待ちしてます。はい、はい、そろそろお時間ですね。はい、はい、素敵な日曜日の夜をお過ごしください。それではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう、さよなら。